はい、対楽の窓です。今回の話題、韓国で日本車が被害に、スラングで殴り書き、ネットの声当然だ。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。韓国で反日的な行為ではないかと賛否物議を醸す事件がネットニュースとして取り上げられておりました。交差点内5メートル以内ですよね。そこに違法駐車された日本車レクサス ES300H のボンネットでありますけれども、ここにレクサスバツバツとね、赤いスプレーのペンキのようなもので殴り書きされている、その写真がネット上に上げられていたという事件であります。これはですね、スラングのようですので、モザイクがかかっておりますけれども、まあ、ひどい言葉がね、おそらく書かれていたんだと思います。ただ、このレクサスの所有者が日本人でもない限りですね、日本の自動車メーカーも販売店も日本国民にとっても別に痛くも痒くもない、そんな話でもあります。交差点付近で違法駐車したことも悪いということになるんでしょうけれども、それもね、韓国社会の問題であって日本人には何ら関わり合いのない話でございますということですよね。例えば韓国に在住日本人がレクサスを所有する、そういう人がいても不思議ではありませんけれども、ただまさかね、こんな大胆な違法駐車をするとも考えづらいと思います。日本人がね、韓国に住んでいて、そしてレクサスに乗って、しかも交差点に止めるということですからね、それは考えづらいのではないでしょうか。このニュース、今も続く日本製品不買運動という良い口実がある中で、韓国国内でも国民感情をくすぐるような都合の良い解釈もできている、こういう状況だと思います。もしかしたら何のことはない、単なる高級車へのやっかみで、そんないたずら行為に及んだということだってあるかもしれませんからね。もう 14,5 年前の話にもなりますけれども、私はお金ができたらレクサスを買いたいと言っていたのを直接韓国人の口から聞いたこともあります。その人間は親日派ということもあったから、そういうねことを言ったのかもしれませんけれども、昔から韓国人にとってレクサスは憧れの高級外車の一つであることは確かであります。それでもですね、今回の事件、何でもかんでも最後はとりあえずノージャパンに落とし込むならば、それこそ親日無罪の思考と変わりませんからね。まあ、そういうお国柄なんだということになるわけです。先ほども申し上げた通り、今回のニュースはあくまであちらのお国の国民同士でやり合って揉めている、そういうだけの話でありますから、まあ、賛成派にとってはこれはこれで反日姿勢を示したぞということになるのかもしれませんけれども、このニュース、日本語のネット記事でも取り上げられておりましたけれども、そこには韓国のネットの声も紹介されております。例えばですね、こんな違法駐車をする車の持ち主はこれくらいの目にあっても安いものだと、こういう件、そもそも韓国の路上駐車は私ですね、昔からひどかったはずだと記憶しておりますけれどもね、今はすっかり良くなったから今回のような駐車違反はけしからんと多くの声が上がったということでしょうか。しかし写真を見るとですね、これ向こうの反対側にも同様に駐車している車があるということでありますけれどもね、あちらも同様に同じくいたずら書きをされたんでしょうか、どうなんでしょうか。それから勇気に拍手と、こんな声もありますけれども、今ちょうどですね、この動画を撮っている最中、 G7 外相会合が行われている最中であります。日本の林芳正外務大臣が韓国の外相と立ち話をした、そんな報道もありますけれども、それはどうもあちら様からのアプローチだったようです。やっぱりもう真っ当な外交など無理でしょうということになりますよね。こんな状況を見ますと、今回のこのニュースでありますけれどもね、特段の事情がない一般の日本人が気楽に足を踏み入れられる、そんなお国柄でもないと思います。それから一方ですね、このスプレーのいたずら書きに対して否定的な意見、そういうものもあるようです。写真を見ると反対側にも駐車違反の車があるが、この車にだけ落書きをしたのは単純に高級な日本車だからだろうということで、やっぱりそう思いますよね。おそらくやっかみやひがみの類ではないかと思います。それから私有財産損害は違法行為、通報すべきと、こういう意見。それから
このやり方、落書きは限度を超えているということでね、まあこの辺りが普通の常識だとは思いますけれども、実は今韓国では日本酒がものすごい人気で在庫切れ、そんな状況だそうです。今回の車種レクサス ES300H は今韓国でベンツ、BMW、アウディをしのぐダントツ人気の会社だそうです。レクサス UX250H とともにですね、今納車まで 4、5 ヶ月待ち、それからあとはですね、ここにあるんですけども、トヨタのラブ4ハイブリッド仕様も4ヶ月待ち、こういう状況だそうです。ホンダも現在ですね、前年比で 45.3% 増の販売記録を上げている、こういう状況だそうです。ですからもう大人気なわけですよね。日本車が日本の半導体部材に関する輸出管理規則にまともに対応できなくて厳格化されたことで過剰反応した韓国のノージャパンでありますけれども、国民一人一人の私欲をどこまで我慢できるのかということですよね。こうなってきますとナショナリズムとの狭間で今一番ね、韓国国民は苦しい状況ではないでしょうか。そんな中でこだわらず構わず日本車を乗り回す人を見ては、我慢中の人たちがね、イライラして頭にきてこういうね、いたずら書きをした、そういうことだったのかもしれません。はい、ということで続きまして、今回ご紹介するタイ人の声、以前にも取り上げたスレッドでありますけれども、そのスレッドは非常に長いものでして、まだご紹介していないコメントもありました。今回に関わりそうな部分から抽出しまして、ご紹介してまいりたいと思います。まずは投稿主のね、声だけ改めてご紹介します。韓国の人は本当に自国の国産車に乗っているのですか。ドラマや映画を見るとほとんどが現代で、たまにヨーロッパ車があるくらいですが、スポンサーの関係でしょうか、それとも輸入税が高いからでしょうか、というね、こういう投稿がありました。これにどんな声が上がったのか、まあ、続きからですね、またご紹介します。韓国で日本車をまともに乗ろうとしたら、それはとても大変なことです。外装でごまかしたりすることも必要ですが、しかしそれでも韓国人の目を逃れることはできないでしょう、ということでね、日本車に乗ってたら大変だということでね、必死にごまかす必要はあるということですけれども、本当にこの人おっしゃる通りですよね。駐車違反でなくとも、なんだかですね、駐車どこかにね、止めているだけでいたずらされそうな、そんなね、不安に駆られるということになるのではないでしょうか。それからレクサスのハイブリッドがすごいですよということで、これまさに今回のニュースそのものにね、合致したコメントでありますよね。それから韓国にいるなら韓国車の方が良いです、保険も保守サービス料も安いということでね、まあこういう状況は日本であっても同じではないでしょうかね。保険とかね、そういうサービス料、そういうものはやっぱり国産車が一番安くつくものだと思いますけれども、それから確かに安いですが、韓国でもお金持ちはみんな外車に乗りますということです。はい、それから韓国で日本車なんか乗っていたら目をつけられて痛い目に遭いますということで、まさに今回のニュースね、先ほど痛い目に遭っておりますよね。それから韓国政府は自国産業の保護と発展の政策をとっています。外車が入ってきても輸入税が高いので、韓国人の多くは国産車に乗りますということです。それからもう一つね、ご紹介します。タイは韓国のような政策は取れません。もしもタイが国産車の開発に乗り出すとなったら、ほとんどの日本車メーカーはタイ市場から撤退するでしょう。そうなれば多くのタイ人が職を失う。あなたが国の指導者ならどちらを選びますか。タイはすでに部品を製造し、日本へ輸出する権利は獲得しています。長い習慣からタイ人は国よりも海外ブランドの方が見栄えよく価値があると思っています。そんな市場で国産車の開発が本当に必要だと思いますか、というね、こういうコメントでありました。はい、ということで今回も最後までご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、ベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。
別にタイがもしも仮に国産車の開発に乗り出すと言っても日本企業がね、それでじゃあもうタイなんかね撤退するんだとこのようにはならないと思いますけれどもね、そこまで心配せずともタイ政府がね追い出すぞと言うなら別ですけども、そんなことするはずもありません。今のコメントにもあるように日本の自動車メーカーは多くの裾野産業そして雇用をね支えている、そういう役目を担っているわけですからね。世界中の日系メーカーの生産拠点を見ても北米や欧州、インドやマレーシアなど含めてその国に国産車があるなしに関わらずどこでも出ている、そういう状況だと思います。むしろ韓国のような場所は特殊な国の一つと言えるのではないでしょうかね。あの国はさすがに日本の自動車がメーカーが出ていって生産拠点に構えるなんていうことは許されないと思いますけれどもね。ただエンジンをはじめとする日本からの技術は散々パラ流れてしまったという状況でもあります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。